猫を埋葬するネズミたち1760年代に作られたル・ボークの代表的作品。一般にピョートル大帝の葬儀を描いたものとされる。猫の上には火山の猫、アストラハンの知性、シベリアの理性と書かれているが、これはロシアのツァーリの正式名称のパロディである。ル・ボークとはロシアの民衆版が 17世紀半ばに誕生し、18世紀初頭のピョートル大帝時代に社会の各階層の支持を受け流行した。主に市場や街頭で行商人によって安く売られ、農民家屋の室内装飾としてイコンの脇などに飾られた。昔話や宗教的物語、風刺、戦いの場面、日常生活の一場面など世俗的ながら、 多岐にわたる題材が取り上げられ、庶民の娯楽や啓蒙といった役割を果たしていた。素朴な構成と、粗雑な作りを特徴とする規範画で、作者不詳のものが多く、非芸術的、三流絵画とも評価されたが、20世紀初頭の、ロシア,アバンギャルド芸術運動やロシア革命のポスター、看板のプロパガンダデザインとして一時復権した。現代においても、新聞広告や、 民芸品、飲食料品のラベルデザインなどにルボーク的な図柄を見ることができる。樹皮で作ったロシアのわらじ、ラープチルボークという語は、もともとロシア語で植物のない日を意味するロシア語の指小型である。ロシアではこうした樹皮を使って、ラープチと呼ばれるわらじのような農民靴を編んだり、籠や収納箱が作られてきた。 また15世紀頃白樺の樹皮に手紙のように文字や絵を描いた白樺文書と呼ばれるものも発見されており樹皮は当時史の代用品としてあるいはものづくりの素材として一般的なものであった。ルボークという語が民衆版画の意味を持つようになるのは19世紀になってからでそれまではプロストビクや制作地名からモスクワモの 飛べりモノなど様々な名前で呼ばれていた。大きさは A3 サイズのものが標準的だが、大きなものでは1メートル四方のものもある。1枚絵のものから4枚絵、さらには、冊子状のルボークボンと呼ばれるものもあった。初期の基板画では、色の種類も3から4色と多くはなく、安価な大量生産品のため、塗り方も雑なものが多いが、19世紀半ばには、 多色ずりのものも現れた。題材には、昔話、偶話や、聖書などの宗教的物語、サーリとその家族、小説、戦いや、災害の場面、珍しい動物、国内外の事件、出来事、日常生活の一場面など、生活環境に見られるものほとんど全てが取り上げられたが、時代によって好まれた題材に違いがあり、19世紀前半からは、 ル・ボークが検閲の対象となるなど、題材の変遷が見られる。なお、同じく、ロシアで中世以降見られる宗教的表現として、イコンがあるが、娯楽的、教育的要素を、主とする、ル・ボークは、宗教的機能のみを持つイコンとは別の役割を担い、区分された。アダムとイブ・バシーリー高齢に咲く、木版が、1696年。 ル・ボークの起源については、不明な点が多いが、ヨーロッパでは15世紀前半にはすでに基版画など、印刷された絵が流通しており、ドイツやオランダの行商人らが16世紀には、ロシア北部の町ノブゴロドにこうした絵を持ち込んでいた、ことが知られている。最も初期のル・ボークとしては、ウクライナのキエフ洞窟修道院で無名の版画家が1619年から1624年に、 作成した、イコン、聖母商店祭が挙げられる。これは1928年に、千賀研究会 S.A. クレピコフが、国立歴史博物館で発見したものであり、この他にもキエフリボフ印刷学校で、パムボ・ベリンダが印刷した、真意にかなう牢獄や、オランダ・ドイツなどの英理聖書を原本とする、印刷物が作られた。これより遅れて、 モスクワでも1637年にバシーリー・ブルゾーフという者がハンガイリの初頭特本を出版した。17世紀半ばのアレクセイ時代には紙に印刷されたイコンがモスクワの市場などで販売されドイツの異端のイコンを街で売買してはならないというご不礼がモスクワ総主教から出されるほど広く受け入れられた。こうした中、 17世紀の終わりに作られたバシーリー、コ齢レニによるエイリーの聖書と目視録は、木版画特有の明確な線で描かれた、人物等の描写や、絵の構成といった点で18世紀の有名なルボーク、猫を埋葬する、ネズミたちや、ヤガーバーさんとワニの争いなどと、共通する特徴を持つため、コ齢レニをこれら初期ルボークの作者あるいはロシアルボークの、父とみなす意見もある。 こうした初期のル・ボークは、いずれも、宗教的な題材を扱いつつもイコンの様式からの逸脱が見られ、イコンが、ヨーロッパの規範が技術と融合し、ル・ボークという、新たな表現が生まれつつあることを示唆するものであった。火山の猫。猫は、ピョートル大帝のパロディピョートル大帝の登場した18世紀初頭は、ロシアの近代化、西洋化の時代であった。 体制側とルボークとの直接の関わりを示す資料は多くはないが、ピョートル大帝はオランダから、同版画家、アドリアン・シホネベックを招いてアトリエを作り、シホネベックは遺憾が形に同版画技術を伝えた。また、この頃歴や、文字習いのルボークや、床屋の髭切りなど、国民の啓蒙を目的とした作品も生まれた。また、 アレクサンドロス3世やブイリーナに登場するイリアー、ムーロメツなどの史実、架空の英雄を描いた、ル・ボークも現れた。視覚メディアという、新時代における、新たなメディアの役割も担った木版ル・ボークは、18世紀、初頭から半ばにかけて、質、量ともに黄金期を迎え、この頃ル・ボークを代表する作品が数多く作られた。だが、 当時はまだ値段も高く、また多くの農民が文盲で、説明文を読めないなど、問題もあり、ルボークが普及していたのは主に都市市民の間であった。18世紀半ばになると、銅版画のルボークも登場した。木版画では、版木1枚から数十枚しかすれなかった、ルボークが、銅版画では1000枚以上することができるようになり、価格も低下した。また、 木版画に比べて細い線で描くことができるようになり、絵の精密さのみならず文字の情報量が大幅に増えた。ルボークはより説明的なものとなり、時事や事件報道のルボークが作られるなど題材にも影響を及ぼした。同版画発展の少し後、手書きのルボークが出現した。これは、正教古儀式原が近代化に抗うように制作したもので、 イコンとミニアチュールの伝統に忠実で、題材は宗教的なものに限られた。同じ頃、モスクワ、サンクトペテルブルク、キエフなどの都市部だけでなく、その辺境でもル・ボークが制作されるようになり、特に、モスクワ近郊に多く制作地が生まれた。これは、ル・ボークが産業となり、市場が形成されたことを意味する。またル・ボークの収集を始めるものも出てきた。 シュテリンが最初の収集家として知られ、1770年代には、エオルスフィエフが2500点以上のル・ボークを収集したが、1812年のモスクワ大化でその大半を喪失し、残ったル・ボークは19世紀後半のル・ボーク研究家、収集家ロビンスキーに継承された。ベネアノフ、カードい1842年19世紀になると、 アロイス・ゼネフェルダーの発明したリトグラフの技法がヨーロッパに広まり、印刷技術が大きな進歩を遂げるが、ロシアにも1803年にリトグラフの技法がもたらされ、た叩く間に普及した。こうした印刷、出版文化の発展を背景に、ロシアでは18世紀後半から19世紀にかけて大衆文学が生まれ、ル・ボークを挿絵とした大衆本が、 特に都市住民の間で人気を集めた。また同じ頃アレクセイ・ベネツィアーのフラの描いた風俗画というジャンルも誕生した。風俗画とル・ボークは技法や芸術性など多くの相違点があるものの、同時代の風俗への関心の高さを表したものという共通点があり、これまでル・ボークのみが描いてきた日常の描写に大衆本や風俗画というライバルが現れたのであった。 一方、当時誕生した、ロシアインテリゲンツヤは、ル・ボークを、低俗で価値の低い、見る価値がないものと捉えていたことが、アレクサンドル・プーシキン作、大尉の娘や、液体における、ル・ボークの描写から伺える。1822年に、イヴァン・スネギ・リョフが発表した、ル・ボーク研究の先駆的論文、ロシアの民衆画廊、あるいはル・ボークでは、 ロシア民族の特性を考える上で役に立つとして、ルボーク研究への参加を呼びかけた。ルボークは、印刷技術の発達とともに大量印刷と、大量消費の時代を迎え、行商人たちによって、ロシア全土で広く販売されるが、ルボークの検閲、特に皇室の肖像画に対しての検閲が、ニコライ一世の時代である1851年、以降厳しくなり、ルボクは、 伝統的な表現力を失っていった。1861年の濃度解放令以降、インテリゲンツヤにとって、農民問題が大きな関心事となり、同時にいるボークに対する知的関心も高まっていった。ニコライネ・クラーソフは、ナロードのために安価なるボーク本を多く出版した。D ・ロビンスキー、ドミートリー・ロビンスキーは、1881年に、 ルボーク研究の集大成とも言える、ロシア民衆絵画を出版した。これは、ルボークを偏見から解放し、美術史でなく文化史の観点から研究することで、ルボーク学とも呼べるものを確立した点で意義深い。20世紀に入ると、黒森とグラフという技法が、ルボークにも用いられるようになるが、これはかえって、ルボークの安っぽさ、陳腐さを際立たせる結果となった。 この頃起こったロシア版ンギャルド芸術運動では中小絵画運動の先駆者ワシリー・カンリンスキーが137点のル・ボークコレクションを保有するなど絵という概念を問い直す中でル・ボークの持つ原始的美術形式が注目されるようになった1910年代から1920年代のロシア革命期には革命のプロパガンダポスターなどにル・ボークの影響が見られる だが1930年代のソビエト化とともに、ル・ボークは、社会的関心を喪失して衰退し、1960年代まで、伝統的なル・ボークは販売されなかった。現代のル・ボークは、伝統的な民族パターンとして、家具や道具の飾り、土産物や、飲料のラベル、看板、広告などのデザインに見られるほか、新たなル・ボークも生み出されている。 ドミートリー・ロビンスキーは、代々貴族、軍人の家に生まれた、法律家であるが、ルボーク研究を確立し、研究の集大成として、ロシア民族絵画を表した。また、ロビンスキーは、ルボークを、以下12のカテゴリーに分類した。1、昔話ものに歴史もの3、ロシア人、外国人肖像画4、地図と、風景画5、異国の街と、 十人六、カレンダーと予言七、文字ロハと、表八、福音書の教訓九、大鏡その他の書物からの教訓十、聖書の挿絵十一、祭日十二、旧聖書、聖母、聖人の図像をまた、ロシア国立図書館館、ロシア海岸における伝統と革命では、以下の順で十種類に分類されている。一、宗教的場面に、政治的、社会的、 風刺三、動物世界四、ヒーロー五、愛、求愛、結婚六、ユーモア七、世俗的モラル八、時代の不思議九、フェアと、社会的集まり十、強的作品代表的なルボークに、以下のものがある。床屋の髭切り十八世紀前半の作とされる、ルボーク。大きさは三十五点三二十九点六センチメートルで、左上と右上に次のような短い文章が、 書かれている。右、床屋は分離派教徒の髭を切ろうとする左、分離派教徒曰くなあ、床屋よ、俺は髭を切られたくない。待て、待て、見張りを呼ぶぞ1698年に西欧遊学から帰国した、ピョートル一世は、ロシアの近代化改革の一環として1699年に、髭切りを法令化、1705年に、 服装の規範を定め口髭、顎髭を剃ることを義務化するなどしたが、髭を生やすことはロシアでは、古来からの伝統である上、16世紀半ばの百、奨励、第40章には、聖教とたる者は髭を剃らずとも記されていることから、宗教問題の側面も持ち合わせており、一般民衆のみならず特に保守的な聖教、小儀式派からの反発を招いていた。 髭を切られそうになっている、左の男の方が、むしろ大きく堂々とした様子で描かれていることからも、当時の世相が伺える。赤花、ファルノスが豚にまたがる、ファルノスと妻、ピガシャが酒場にやってきた1760年代に、すられた、ルボーク。大きさは36.529センチメートル。赤花のファルノスは、 ロシアの伝統的人形を芝居の主人公ペトルーシカと同一視され、右、ファルノスと妻、ピガシャが酒場にやってきたなどファルノスを題材としたルボークは複数ある。当時の民衆文化に浸透していた、ーロー芸人スコモローフや、道化師好きのアンナ女帝お気に入りの宮廷道化師、ペドリーロが、ファルノスのモデルになったとする説もある。 ファルノスに代表される、道家師のルボークは18世紀前半に人気があったが、エカチェリーナ2世の時代、宮廷に、道家師などを置くことが流行すると道家を描いた、ルボークは販売されなくなった。ヤガーバーさんとワニの争い1760年代のルボーク。大きさは 29.5×36.5 センチメートル。ヤガーバーさんが豚にまたがりワニに退治する構図で、 上部には次の文が書かれている。豚にまたがるヤガーばあさん、絹を手にして、ワニと一戦交えるか、両名の足元茂みの傍らには、酒の入ったガラスビン・ロビンスキーは、ピョートル大帝と、妻エカテリーナに対する風刺がこのルボークのテーマで、あるとした。ロシアには、ワニはいないが当時猛獣一般をワニと呼び、また分離派教とは、 ピョートル一世をワニと呼んでいた。ワニの下に小さな船が描かれているが、これも自ら船大工として、働くほど船が好きであったピョートルを風刺したものである。ヤガーバーさんの着る服は、エストニアの民族衣装風であり、このルボークは近代化、西欧化に反対する人々に人気があった。日本語文献、ありがとうございます。